バナナ食べたい。こんな作ってるんですね。はい、はい、ってください。はい、じゃあご案内しますね。はい、普通に犬がね、結構こう回ってるんですけれども、うんうんうん、今はちょっとね、冬の1月2月は医療が少なくなるんですよ。はい、うん、それでほとんど見れないかもしれないです。あ、そうなんですか。はい、はい、こちらでございます。今はこちら、こっちはね、冬至ですね。あ、じゃあこっちでもう一度泊まる方もいるんですか。多分夏だけですよね。でも寒いよね。で、こっちが男性で、向こうが女性で、はい、中は一緒になってますけれども、はい、はい、ごゆっくりどうぞ。はい、まあ、そんなに癖もない。
から1300年とかなんかって言って、うん、その方言が出てるのはうちだけなんですよ。あ、そうなんですね、うん、あとは、ね、みんな10年、20年とか新しいお子さんなんですよ。目いっぱい取っても4分しか取らないようにって言います。お風呂はそこ1個だけ、うん、だから大体2時間ずつで1日3回ぐらい入っていただけで、夜中だけはね、あの自由に入ってもらうんですけど。あ、なるほどなるほど、うん、ね、ゆっくり、結構ね、ご夫婦様とかご家族様多いんで。そうですよね、うん、何人かでゆっくり入る。そう、そうするとね、大体うちのお客さん最低でも1時間以上入るから、うん、2時間取ってあげたいんですよね、うんうんうん、1回の入浴も。確かに確かに、1時間はじっくり入りたい感じはありましたね。と若いお客様なんか喜びますよね。そうなんですね、一応ね、言わんとかもあるんですけど、あ、それだと、確かにそうはいかないんで。そうですね、そこまで、ありがとうございました。